から、ゼロコアもあんまり作ってる方自体が少ないですね、大きいボトルを。お祈り申し上げます。もう年齢的にはもう見た目年齢は先生追い越せとかたくさんそのあたりおられます。だから商売から余計なこと言う癖がついてる。いけないとなんか上がるかなと思って。最近僕も人の親になって、高校1年生と2年生の男の子なんですけど、本当に手がかかるというか、自分を思い返せばもっともっと手がかかったんで、いや、もう先生や親には今感謝する日々です。多分皆さんも同じだと思いますけど、親になればやっぱり子供のことも分かるし、子供いなくても本当年取ることによって続く親の気持ちが分かるなというのを日々実感します。もう結果神さんに言えるのは、まあ今何があっても将来何とかなるかなというふうなことしか言えると。本当に井上先生、そしてそれを支えてくださった奥様、今感謝してます。そして僕らもこういう、長く友情が続いていることを、本当に感謝したいと思います。で、先ほど辻元君の方から発表させていただいたので、僕も今日本当宮武君に会うのをすごく楽しみにしてたんですね。で、Facebook で今つながっていろいろ話をしたりしてたんですけど、会う機会がなかったんで、今回かなと思って会えなかった。そういう、思いを込めてですね、献杯をさせていただければと思います。じゃあ、改めてご起立をお願いできますでしょうか。多分今日どっかでこれを見てくれる宮崎君に思いを馳せ、彼の友情に感謝をして、献杯をしたいと思います。献杯。性欲のシャンプシをご用意しております。こちら、そうなんです。箱の中で2層に分かれておりまして、下の方に青森県から届きましたシラオウのフロアやるそして上の層が新玉ねぎを使いました温かいスープになっております。こちら、お手元のスプーンで2層とも一緒に作ってお召し上がりください。何年ぐらいかい？いや、もう小学校それに入れてくれたよ。ありがとうございます。ラベル出すところだな。ちょっとね、食べ放題の OK、はい、ありがとう。今日も帰ってきたら、食べ放題はまずあれは最後の OK、 あんまりない。Thank you.
飲み物はコーヒー、紅茶、エスプレッソ、ガバ茶。ガバ茶、すごいガバチャなんですけど、辻元君からちょっと説明をいただきたいと思います、はい、これはね、私から話することがあの、伊豆野君がね、去年糖尿病で入院されて大変やった。で、糖尿病のね、あれガバチャが効くよって宮武君が伊豆野君にガバチャあげたのに、伊豆野君全然飲んでんやんかってこれはもうみんなで飲まないかんなということでですね、今日伊豆野君がそれをお待ちいただきましたので、ぜひ伊豆野君飲んで、なんか言うはい、行っていますので、はい、すいません、飲んでませんでした皆さん、ガバチャがどういうものかというと、本日味わっていただけると思います。私も本日味わっていただけると思います。うな茶じゃないよね。だから、あのお店の方に飲みたいものは何かっていう、ってでもそのね、宮武君の気持ちがあって、伊豆君はもう血糖値の正常に戻ってらっしゃるんで、それはそれでね、そうですね、いいですけどね、まあ伊豆君の気持ちがあったかどうかっていうことなんですないねだから、セットはジャスミンティーティーガバちゃんいただきます血糖値下げたいすみません、そういうことです、はい、そういうことです、はい、すいません。Say it all, say it all.
ー